ガンポリー、ブヤシです。今回は対戦をしてきます。バトルチューズで対戦内容はゼルニアス GX とイベルタル GX の対戦。対戦相手は今回普通の覆面社員です。バトルスタート。うお、ゼルニアススタートか。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいっすね、スタート。こっちもまあコケコスタート悪くない、とてもいいです。1枚引きます。ビジノ GX、 イベルタル GX 出して、カプティティフ GX 特製ワンダータッチを使いまして、普段ならあずさを使うんですけど、今回使う必要ないですね。プラタナカセを持ってきます。なぜなら闇カラス、マグマ団の秘密基地、闇カラス、マグマ団の秘密基地の効果によって新しく出た種ポケモンがですね、ダメ缶を毎回2個置くと。闇カラスにダメ缶を置きます。あえて置きました。デジロン GX の逆上のダメージを上げるためですね、これは。さらにデジロン GX にアクエネルギーをつけて、なんと手札0枚になってプラターンで、さあこの初手プラターンで、この動きは暑さなしでこのベンチは過去最高レベルかもしれない。うおー、バン終わります。はい、どうぞ。正直こっちはかなりいい感じですよ。お、ゼルニアス X。 はい、じゃあマグマダの秘密基地の効果で2個乗ると。フェアリーエネルギーでジオコントロール。ほう、なるほどね。マージもそんな悪くないか。1枚引きまして、闘魂の回しをカプコケコにつけまして、シロナを使います。シロナ、はい、山札にカードで戻して引き直す。はい、次6枚引き直します。山札から6枚。3、4、5、6。ほい、こい、ダブル無色エネルギー来ました。4カラスに進化してダブル無色エネルギーをつけて回転飛行で20ダメージを全員与えて、ゼルニアス30かな、ここの回しで1枚引いて、プラナカセ、はい、なるほど、7枚引くと4、5、6、7。はい、お、フレファー、フレファー来たか。で、ピドロアね。あー、どこの回しとマグマタンか。はい、で、ゼルニアス GX が出てくる。はい、一応コントロール、なるほど。グズマ引きたいけど、もう引くんですけどね、グズマを使います。ゼルニアス GX、 こっちはイベルタル GX、 アクエネルギー R、 R、 いきましょう。早速デスカウント GX。 ドゥーン、相手のバトルポケモンにダメガンを持っているならそのポケモンが気絶。ふい、抵抗は一切関係なく気絶します。よし、まずは2枚取れ。ここか、ここは、なるほど、そうくるか。はい、くる。おお、トップで改造ハンマー。はい、改造ハンマーで、ラブの食エネルギートラッシュ。ラス、特製ワンダタッチ。お、ここにいいのを加えると。はい。で、そのまま使う。ほい。おお、お互いのサイドの枚数だけ引き
き直すと4枚引きます。6、フェアリートランスか。なるほど、それがありましたね。はい、手札からカプリフィクスにやりエネルギーをつけてオーラホーン120ダメージ。しんどい。イビーソニック100ダメージ。弱点抵抗量計算しない。フェアリートランス移して満タンの薬。なるほど、ここは満タンを使ってくると。さらにフェアリートランスをもう一回使う。うわー、嫌なことしてくる。あ、そうね、オーラホーン、はい、120ダメージでオーラホーンで気絶。やばい、サイドドンカラス、そのまま進化します。いいね、スペシャルチャージを使ってダブル職人2枚を山札に戻します。はい、オーラホーンで120ダメージで気絶。この120が結構あれですわ。持ってきてそのまま使います。ジャブル食エネルギーを引いていくパターンですよ。はい、ここでダブル食エネルギーをつけてレイブンクロー、相手の場のポケモンによっているダメージの数かける10ダメージ、160ダメージで気絶ですね。はい、さあ、残りサイド2枚。はい、使う種使ってトラッシュから好きな紙を、なんか2枚をフェアリーエネルギーと満タンの薬を加えると。なるほどね。はい、ディナジー進化。はい、インフィアジー X に進化するとフェアリーガーデンで逃げてインフィアジー X が来る。なるほど、フェアリートランスでカプティフ GX のフェアエネルギーをニンフィアにつけてワンタンを使う。あー、カプリテク、そうなんだよな、そのカプリテクの HP 残り150だったからギリギリダメージを受けているポケモンさえ作れれば逆上で届いたんですけれど、くぅ、妖精の風で110ダメージで気絶。サイドが取られる。まあ、ドンカラスですね、ドンカラス。ゼルネアス GX いない読みレイブンクロー、相手の場のポケモンに乗ってるダミカンカスかける20。さあ、そっちがゼルネアス出してきてグズマ、え、待って、ゼルネアスがあったね、お前カイファーオール。サイド1、サイド1、サイド2、ゼルネアスサイド2、やばさにある。フェーガーで逃げる。あ、グズマ、くそ、ワンチャン、ワンチャン今逃げてたらグズマ使ってミス、プレイミスでいけた。あ、くそくそ。はい、フェアトランスね、フェアリートランスで、フェアリートランスでフェアリーエネルギー3つがゼルネアス X につく。はい、サンクチュアリー GX で、ドーン、ちょっと待ってね、アウトです。まあ、よくわかんないですけど、多分届いてますね。あー、なんか今日ちょっと熱っぽくてな、
今日なんか熱っぽかったから、まさか普通覆面社員に負けることはないと思うから、多分今日熱っぽかったな。はい、というわけでちょっと今日熱っぽかったんですけど、イベータルもね、ゼルニアスも両方新カードだからどっちも強いってことでね、動画的にはどっちも GX 技を使えたからよかったかなとよかったかなという感じですけれど、みんなもね、ぜひ3月2日に発売したばかりの拡張パック禁断の光買ってください。そして来月にはね、新しい許可拡張パックドラゴンストームも発売しますので、そちらもお楽しみに。今回は以上です。また次回。